ようこそ。ようこそ。よっ。よう。ようこそ。よっ。どうしたの？毎度。
ようこそ。こんにちは。よう。ナメック星人の皆様、こんにちは。早速ですが、ドラゴンボールを渡してください。敵がドラゴンボールを狙っています。お願いします、どうか守ってください。すまない、私の力だけでは守れない。力を貸してくれ。私の言うことに気をつけていただけないのです。殺します。お命ちょうだい。ドラゴンボールを渡すぐらいなら死を選ぶというわけですか。僕、何もできなくてごめんなさい。
あなたはもっと強くなりますよ。期待しています。ようこそ。よう。ようこそ。よう。よう。ようこそ。
待ってたわ。なんじゃ？ザーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あのお前さんが助けてやるしかないな。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになる。このスラッグの邪魔をするのに、なるね。この何だこいつは。スラッグ、パーツ、とはね、別の力で。なぜ不純人は無駄じゃなかったか。それにこいつの邪悪なパワーを。スラッグ、ただのナメック星人じゃない。生まれて、悪を殺しくて、スーパーの。俺の力はまだまだこんなもんだ。
ています。もう少し持ちこたえてください。急いでトランクス、お命ちょうだい。普通じゃない。うわ、そこまでだ。命拾いしたな。お前ってやつはどこまで強くなるんだ。ドトリアのパワーが上がっており、このままでは歴史が変わってしまう。ここはベジータに勝てるときじゃ。サイヤ人は戦うたびに強くなっている。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。強く死にかけて俺は訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。フリーザスのパワー、サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。ご苦労じゃったな。歴史は無事元。こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとるやつら、ターレスはサイヤ人の生き残りの一人。スラックも数々の星を支配下に収めていた。まず二人とも他の歴史で悟空君に倒され、トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめ、何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。こりゃわしの話を聞いと。何よもう、私だって忙しいの。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だから、ほう、そうじゃった。時々は時間の流れを司る神聖な鳥。簡単に言っちゃうと、時々の卵にはあの子を守り育てて健康な卵を産ませる。ほほほほ、生きとる間に。あら、そういうことで私。あ、じゃからあやつらの体。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかない。や、まあそうかもしれんが、お前さんも大変じゃな。
みんな集まったわね。今日もコントントに異変がないかパトロールするわよ。そうですね、最近いろいろと事件が起こっ、しっかりとパトロールしましょう。さーてパトロール2周。うわー、え、なになに、この爆発音と。あっちの方から聞こえました。行ってみましょう。行って、お尻を打ちまった。くそ、あのタイムマシン空中でコッパみじんになりやがっ、まったく死ぬかと思ったぜ。ああ、コントントに不時着しちまった。ウーロンさん、さっきの音の原因はあんたなの？は？なんだ？事情を聞けばあんた、コントントの空中でタイムマシンをコッパみ、どういう運転してたのよ。なんだこのおか、仕方ないだろう。タイム、まあまあ、時の海王神様落ち、はあ、なあトランクス、コントントには可愛い女の子がいっぱい、決めた、しばらくここにいるぜ。なんですって。元の場所に返すこともできる。また何かしらの方法でコントントに来そうです。いっそしばらくコントントに滞在してもらう。仕方ないわね。ちょっとウーロン、忠告よ。このコントントで女の子を追いかけ回したり変なことをしないでよね。問題を起こしたときは覚悟しておきなさい。わかったよ。この子は、はあ、なんだかこれから賑やかになっ